ちょっと厳しいですね、選手も。最終グループの演技をご覧いただきます。最終グループの一番滑走、チェコのミカル・ブレジナ、20歳の選手です。2年前の世界ジュニアの銀メダリスト、昨年この大会4位、世界選手権も4位でした。魅力的な選手ですよね、はい。東京で行われます。このショートプログラム、日本の和太鼓集団、子供もですね、音楽を使いました。振り付けはパスクワーレさんなんですよね。そうなんです、好きなんでしょうね、あのこういう。あ、そうですよね、はい。とてもいいプログラムを作っていますね。いい感じで表現してましたね。そうですね、はい。パスクワーレさんの多いですね、パスクワーレさんの振り付けが今年はね。今シーズン本当に多いです。ですね、ベルネルもそうでしたしね、次に滑るコンテスティもそうなんですよね。一つ一つ紹介していくと随分名前が出てくる振り付け師だと思います。素晴らしいアイスダンサーだったですね。そうですね、はい。まあ満足でしょうね、今日のですよね、はい。全てにおいて良かったんじゃないかなと思いますよね、はい。綺麗なトリプルアクセルでしたよね、トリプルフリップ、トリプルとはっきり回って降りてきてますからね。これはコネクティングステップ
これもトリプルルッツですね。これも綺麗だったですよね、はい、フライングシットも空中でちゃんとシットスピンの姿勢になってるので良かったんじゃないでしょうかね。このキャメル姿勢も綺麗でしたね。なかなか素敵でしたね。そうですね。得点が出ました。 39.64 と 36.49 76.13 でここまで滑った中でのこれ第1位ですね、はい、本当にいい出来でしたよね。なかなかマイナスがつかなかったんじゃないかという感じです、はい。